皆さんこんにちは。38歳でセミリタイアして、今はオンライン英会話講師をやりつつのんびり気楽に生きているクマです。今回は9月4日水曜日の Vlog、 それでは早速行ってみましょう。おはようございます。まずは夜の間にこもった空気を入れ替えていきますか。最近気温も下がりつつあるし、今日も涼しいといいんだけど。おほー、涼しい。これは午後までエアコンなしでいけるわ。歯磨きをして口の中をさっぱりさせたら、今日の妻のお弁当を作っていきます。マヨネーズ、ハム、きゅうりをのせてハムサンドに、ジャムを塗っていちごジャムサンドにしたら、はいはいはい、よっ、ぎゅっ、パン、完成です。妻にお弁当を渡したら、そのまま会社行くのもお見送りします。行ってらっしゃい、無理せずね。朝のストレッチをやっていきます。最近はこれをやらんと体のバキバキが取れてないように感じ始めて、少しずつ習慣化してるのを実感してます。オッケー、だいぶ体がほぐれた気がする。それじゃあ今からは仕事の前に英会話レッスンを受けていきます。教師はいつも適当に選んでます。レッスン終えたら、そのまま午前の仕事に取り掛かっていきます。はい、仕事終わりました。お昼ご飯食べてます。午後の仕事を進めていきますが、ここで一つ残念なお知らせが。先日買ったモフトのノートパソコンスタンドが、買って40日目でダメになりました。ちょっと見づらいんだけど、こんな感じで土台がパソコンの重みに負けて崩れちゃうんだよね。直してもすぐにまた崩れちゃうし、もはやスタンドの意味をなしてないっていうね。タブレットの方のモフトはかれこれ3年くらい問題なく使えてるんだけど、パソコンの方はダメダメでした。残念です。はい、という感じで若干テンション下がりつつなんだけど、午後の仕事も無事に終えました。うん、今日もお疲れ様。そしたら毎度ながらのエルデンリングをプレイしていきます。最近は午後の仕事終わった後に休憩がてら30分エルデンリングをプレイするようになってます。プレイした後は動画の編集も進めていきます。はい、そんなこんなであっという間に夕方。最近日が落ちるのが早くなってきてる気がするね。夏も終わりが近づいてる感あるわ。今日の夜ご飯は混ぜそばにします。まずは玉ねぎをみじん切りにしていく。みじん切りにする作業地味に好きです油でじっくり炒めたら、砂糖、醤油、ごま油を入れてかき混ぜて、これでタレは完成です。あとは麺を茹でていくだけで OK。 ちなみに麺はこだわりの極太麺を使ってます。やっぱり混ぜそばは極太麺に限るでしょう。そしたらチーカーを麺で覆い隠して、タレ、ゆで卵、追いだれ、ネギ、そしてここで今回の熊家オリジナルトッピング、なんとベビースターラーメンを投入しちゃいます。これで食感が変わっていいアクセントになるんよね。残ったベビースターはそのまま食べれるし、マジでおすすめです。最後にラー油を回しかけたら、はい、混ぜそばの完成。ん？なんかモンハナシャポみたいな見た目してるなちなみに妻の方はベビースターじゃなくて柿ピーを入れました。先日行ったちいかわ二郎系冷やし中華に柿ピーが入っててさ、これがうまかったんだよね。それじゃいただきます。もちろんお味の方は最高でした。予想してた通りベビースターがぴったりマッチしてめちゃくちゃうまかったです。夜ご飯を終えたら、あとはもう寝るまでのあれやこれやをやっていくだけ。まずは洗顔をして朝塗った乳液を洗い流していきます。日焼け止め成分が入ってるから、水だけじゃなくて洗顔でしっかり洗った方がおそらくいいと思うんだよね。そしたら今度は夜用の乳液を塗っていきます。実は朝と夜の乳液を使い分けててさ、夜はこのゴールドの乳液で、朝はこっちのブルーの乳液、青い方は日焼け止めが入ってて塗り心地もさっぱりひんやりする感じで、ゴールドはねっとり重めでいかにも保湿力抜群って感じです。ぶっちゃけ夜塗り直すのめんどい時もあるし、サボっちゃう時もあるんだけど、未来の綺麗な肌のためになんとか頑張ってます。老化に怯える38歳おっさんですそして肌ケアもバッチリ決めた後は、本日最後のやること、夜のストレッチで一日を締めていきます。ちなみに本気でやってここまでしか腕伸ばせないです。尋常じゃない体の硬さ、マジでやばいよね。もっと柔らかくなりたいぜ。
そういえば妻は明日健康診断だから、こんなメモを自分で書いて残してました。かわいいね。はい、というわけで9月4日水曜日の俺の生活はこんな感じでした。ここまで見てくれたみんな、本当にありがとね。もしこの動画をいいねと思ってくれた人は、チャンネル登録と動画へのコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃ次回は日曜日の投稿です。また日曜日にお会いしましょう。バイバイ。